めっちゃ寝た。夜中さ、豪雨じゃなかった、うん、やばかった。え、てか大丈夫？そっちの方浸水とかしてないよね。うん、してないけど、そのレベルだったよね。ねえ、なんか音は感じたけど起きれなくて怖いな。びっくりした。うん、景色見るか、ケン。なんか晴れてない？こっち側明るいよ。本当だ。うん、外8度って書いてる。すごい。え、気持ちいいじゃん。外でご飯食べる。うん、最高だ。コーヒー飲もう。いいね、いいね。お、あ、めちゃくちゃ綺麗。気持ちいい。水風呂みたいだ。やっぱり水風呂みたいに感じる。あったかいテントからの外気。そう、相当降ったね。やっぱり降ったね。芝がしっとりしてますね。テントびしゃびしゃだもんから。あ、本当だ。あ、結構汚れてる。うん、四つ子。ほんとだ、くっついてるの。うん、四つ子だ。ほんとだ、四つ子だ。うん、キツツキみたいなのいる。そこだ。わかるかな。キツツキがいますね。しかもなんか逆さになってつついてる。すごいね、上向きじゃなくて下向きでつついてる。昨日も島の鳴き声めっちゃ聞こえたし。寒かった昨日？寒くない？やっぱ電気カーペット最強。最強。電気毛布もさ、電源だったから今日でいけて安心感がすごかった。むしろ暑いぐらいだったね、うん、電気毛布今日で使えたらさ、うん、暖房系弱くてもいけるね。全然いけるかもね。うん、まさか12月にこんな気温になるとは。うん、今だって午前中でさ8度ってことはもっと気温上がる。10度ぐらいいくのかな、うん、すごいね。奇跡じゃない、風もないよ。サウナ行くか。そうだ、何回でも入れるから行っていいんだよ、キン。2泊最高じゃない。まあ明日早く帰んなきゃいけないんだけど。お昼さ、その銭湯の横のさ食堂みたいなとこでなんか食べる。めちゃくちゃいいじゃん。なんかああいうローカルな感じの食堂結構好き。うんうんうん。何頼む？ラーメン。え、シカじゃん。どこ？あ、いた。え、2匹いる。あ、逃げてった。足早いね。てか、あそこにめっちゃシカいるよ。シカの群れがいるかも。アルテン来たらさ、毎回シカの群れがいるよ。あれ、ケイト、鉄棒やったら？ダンソン。やらない。シカのプーン大量、気をつけて。めちゃくちゃいる。7匹いる。逃げちゃうかな。おはよう。おはようございます。あ、ステップが軽やかだよ。ほら、ステップ軽やか。みんな行っちゃった。最近島に会うな。あ、島だ島だ島だ。めっちゃ島いる。あ、島だ。え、めっちゃ近い。近い。お、すぐそこにいる。え、ケイト。わあ、望遠レンズあればな。すごい合ってるよ。うん。え、ほらほら、めっちゃ可愛い。うん。ファンサ。いや、映ってるかなこれ。映っててほしい。あ、めっちゃ近い。
警戒心ゼロじゃん。待って、すぐそこにいる、すぐそこにいる。え、やば、え、めっちゃ近い、めっちゃ近くにいるよ。金、よかったね。めっちゃ近かったね。でかいのもいたね。ちょっとでかいのもいた、うん、ぐらいのもいた。みんな剣にファンさしてたな。行っちゃった、向こうに。後で取れるんじゃない。うん。落ち着くね。うん、最高。あと12時間ぐらい焚き火できるの。できる。うわあ、いい音。2泊3日最高じゃない。うん、うおー、いいね。ちょっとコーヒーの前にすいません、裏切り、フライング。できるまでトマトジュース飲みます。これ私がフォローしてるめっちゃ綺麗なモデルのインスタグラマーも飲んでた、朝ごはんで。でしょ、飲んだ方がいいよ、あなたも。私は飲みたくないみたいな。トマトジュース苦手な人ってめっちゃ多いよね。てか俺も苦手だったからね。健康を考えるとね、美味しく感じるのよ。うまっ。いや、美味しいよね。美味しいよ、うん。だってトマトじゃん、これ。うん、できるとトマト好きだもんね。うん、なんか独特なトマトジュースっぽいあれがない。あれしょ、しょっぱい感じでしょ。うん、うん、じゃあ沸かすか。うん、にいただきました、うん、大阪の会社だね。神戸かな。あ、大阪かな。間違った、神戸か。どう、うん、いい香り。うん、あ、鳴き声しか。
タと鶏、あとは焚き火のバチバチ。草刈りもないね、この時期。あ、草刈りね。夏はさ、うん、2泊するとなんか途中で草刈りの始まってね、始まったりするよね。香ばしい。ああ渋い。酸味が少ない、かなり飲みやすいよね。うん、へえ、なかなかなくない、ここまで酸味がないコーヒーも。大丈夫か、そんな入れてね。え、やめた、来るぞ炎が。さっき熱い熱い言ってたでしょ。今日だったら半袖でもいいんじゃないかな。あんただけだよそれは。この中は寝巻きです。幸せ。今日はもう化粧もせずお風呂行って最高じゃん。2泊3日にハマっちゃったら終わりだな。1泊で行くのが大変になる。2泊ハマっちゃった。ちょっと2泊ハマりそうだ。だから頑張ればいけるもんね。仕事終わって、そう、仕事終わって来るか朝帰るか。そう、最終日朝帰るか。だから初三別、ちょ、危ないって、危ないって、離れるって。ちょっと大丈夫、音ってないよ。熱いって、熱い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 、焼ける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 。入れすぎなんだって、マキ。え、シマ、ミルル、怖いね、ケン。2泊頑張ればいけるってことが分かった。特に冬はさ、設営大変だから、設営と撤収、設営したらできるだけ長くいたいかも。うん、もったいないよね。うん、でも来年さ、冬に限らず結構2泊多くなりそうな気がする。幸福度が上がる。うん、うん、のんびりできる。だってさ、昨日結構もう夕方に近かったじゃん、到着が。一泊で帰るって形になるとさ、あっという間じゃん。うん、朝ごはん楽しみ。うん、お腹空いて吐きそうだ。とりあえずご飯炊く。炊こっか。うん、ケン、豚汁係だよ。いいよ、これで。うん、誰もが好きなやつだと思う。斉藤夫婦さんもテンション上がってたな。そうそうそう、ちょっと洗ってくるわ。うん、ケン、野菜やっといて。いいよ。前回も豚汁作んなかったけど、まあいいか。豚汁作ったような気がするんだけど。そうだよね。豚汁と何を合わせたんだっけな、忘れたね。まあいいか。はい、バラバラ。先に豚汁作っちゃいます。うん、ちょっと塩コショウやってくれ。食べたい。どう？うま？うわ、うま。男飯って感じですね。ネギ入れすぎ。あれ、生姜切んの忘れてた。皮付きデカ切りでいい。うん。ひっくり返せなかった、ちょっと。水入れたらしんなりするっしょ。そうだね、水入れるか。
生姜も入れます。何かやってますね。さつまいも。めちゃくちゃうまそうなさつまいもだ。でかっ。なんだっけ。高そう。名前。なんだっけ。茨城。シルクスイート。シルクスイート。いや北海道だった。絶対甘いじゃん。これ食後のデザート。素晴らしい。いいね。いい感じ。味噌は10倍希釈。ちょっと薄味めに作りました。終了です。ご飯のやつも仕込んでいきます。こんなもんかな。先生、なりました。火止めていいですか。止めていいです。はい、止めます。私ずっと焼き芋焼いてんだけどかれこれ30分ぐらいは焼き芋担当してる。育ててんな。うわいい感じ。ウェット。え、めちゃくちゃいい。焦げてる。うわちょうどいい。完璧じゃん絶対。うわ完璧。俺の火加減調整、神だったんじゃない、うん、今日のメイン、まだ言ってないね。今日のメインは、イクラご飯です。そう。ちなみにこのイクラは、ふるさと納税、うん、なんか、得した気分。ここに乗せます。こちら、贅沢。やばいって。朝ごはんですかね。ラビスタじゃん。ラビスタだね。ラビスタじゃん。函館の朝食がめちゃくちゃうまいと有名なラビスタの朝食、こんな感じでございます。イカ刺しも美味しいです。うわー、こんなもんでしょうか。ケンさん、いいと思います。の上にこちらですね。と、こちら豚汁。名付けて、このセット、イクトンセット。イクトンセット、かわいい。作りすぎたわ結構。いつものごとく、うん、あーこれ食べてお風呂入ったら最高じゃない。ね、もう寝れるかも。一回昼寝してだね。はい、まだたっぷりありますんで、おかわり言ってください。じゃあ汁物から。はい、いただきます。いいの。いいよ、いいよ。待ってるか。いただきます。あ、一味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 。あ、一味忘れた。あの中野で買ったやつ持ってくればよかったね。ね、いただきます。いただきます。ちょうどいい。ああ。ご飯いいね、ケン。あー、おいしい。うん、ご飯いいね。うん、おいしい。
うわめちゃくちゃいい朝飯。やっぱ土鍋ご飯全然違うの。久々に食べた、まあ、前回のキャンプでも食べてるけど、いやうまい、ね、炊飯器より美味しい。全然うまい、まあ、うちの炊飯器も10年使ってるけどでもなんか美味しいよね。うちの米ちょっと気になる最新の炊飯器本当米にうるさくなり始めた。米は結構ずっと追求してた。追求してるよ。でなんか友達ん家でさ、うん、すごい高級な炊飯器のご飯食べたじゃん。ああはい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 、美味しかったじゃん。めっちゃ美味しかった。え東京でだよね。うんうん、美味しかった。ちょっと手出せないなって感じだったじゃん。結構するのよ。8万円ぐらいだっけ。高いよね8万円って。しかもまだあの時はさ、うん、うちの炊飯器6年目ぐらいだったからさ、うんうん、いやまだいけるみたいな感じででももう10年ぐらい経ったから、うんね、今日楽天セールなんだよねどうしよう。確かにね、やるなら今だよ。ケンの母ちゃんに1回さ炊飯器あげたじゃん。うんね、なんかであげたんだよね。誕生日だっけ。誕生日かな。誕生日に炊飯器なんか人には使えるんだけどなんか自分使えないんだ。わかるわかる。どう触った感じ、柔らかい。あっおカピカピ。硬いんだよ。硬い見てんのお前ら。てかすすだらけになっちゃってる。かわいそう。風呂行くか一緒に。なんだっけ、シルクスイートだった。そうです。やりすぎたかシルクさん。あ、え良さそうじゃん。振り曲げてもいい。うん。えやば、えホクホク、やばめっちゃうまそう。やば待って待って、完璧だ。シルクだ食べるか今ここで。ゴロゴロしてながら食べる。ゴロゴロしながら食うのこれ、うん、オッケーオッケー。おーすげえホクホクよ。見えるこれ。あちちちちち、けどここ食べてもかぶりつけてスプーンとかのいい、かぶりつく。え、なんか本物の焼き芋初めて食べるかも。うわうわ、うわトロトロ。え、いいっていいって食べる、いい食べる、食べる、いくいく。金食べるんですか。食べます。みずみずしさを感じる、めっちゃくちゃ。すっごい湯気。すげえ。湯気が。超濃厚。うわっ、ふわふわ感感、あのクランベリーみたいな、うん、帯広のクランベリーみたい。え、うまっ。あつっ、グーグーがもう一回。牛乳飲みたい。牛乳いいね。はい、ということでまだちょっとお風呂も入ってなくて、あと買い出しも行かなきゃいけないんだよ。2日目も楽しみます、はい、何作ろっかな。今ビーフシチューバーサスもんじゃ焼きで揉めてる私がビーフシチュー、ケンがもんじゃ焼き。そう全然違う何になったかは次の動画で。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。